今回紹介するのは「転換期の日本へ」という本です。領土紛争、沖縄と基地、憲法改正、集団的自衛権、核と原発、歴史認識問題など課題が山積する中、東アジア情勢は一層緊迫度を増している日本の選択はどこにあるのか米国への従属を続けるのか それともアジア中心の新たな安全保障体制を構築するのか戦後日本を規定したサンフランシスコ体制の負けの遺産を詳細に検討し沖縄をはじめとする辺境の新たな可能性を見据えながら取るべき方向性を提示する現在の日本が抱える問題の根底に何があるかを明らかに提示している日本人でなく 海外の日本研究者によって詳細な検討がなされていることに、改めて衝撃を受ける日常生活に追われる身であっても、領土紛争、沖縄と基地、憲法改正、集団的自衛権、核と原発、歴史認識など、もはや感化することはできないと感じたサンフランシスコ条約に潜むからくりは、 日本では学校の授業できちんと学ぶ機会がない今からでも遅くはない日本中の大人が読むべきだと思う以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします